新しいスクリプトを入れてればね、2年目に仕上げてる。いいですね。リアシートとかも、ファイバーワークで結構作ってくれてて、FRP が結構得意でいろんなことをやってくれてるんですよね。はい。で、ヘッドライトもマーシャリだったりとか、灯時間も抑えつつ綺麗に仕上げてるジャパニーズがまさに日本だと思います。マジでおめでとうございます。あ、おめでとうございます。いいですね。女子高生、はい、おめでとうございます。まあ、なんだかんだ、この子が16歳ぐらいから知ってるからあれなんですけど、別にひいきとかじゃなくて、まあ、普通に車作りとして、ね、かわいいとかっこいいが多分いい感じに融合してて、みんなの投票が得られたのかなと思うんですよ。マッサージはいいよね。ボクシング版は1回もいない。そうね。前のおじさんの声、ほらほら、はい、ストップ。なんかこだわりのポイントとか話してくれるとすごくありがたいです。いっぱいある。こだわりって言われたらね。まあ、こだわりしかないですね。だってもともとベースも結構物いいもの使ってます。車体自体は買った時は4万円、まあ安かった。差が人なんでこんな変わったんですか。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと待って、 B の92 S2000 の方どうぞ。いろいろ見れるやつだな。はい、ストップ。あ、はじめまして。はじめまして。一応代理なんですけど、はい、一応僕の従業員の今日来れなかったんですけど、車で、はい、一応群馬県でエアドライブというショップを貼らせていただいてます。そのスタッフの車で。これブリットの文字まで色合わせますね。本当だ。これに行く。いやー、エアカンピングは本当静かだよね。リアぶっかぶってる状態でね。でもクリアランスコミュニティでした。ベストオフタンスおめでとうございます。お次はゆあれと呼んでカブさんです。すいません、めちゃくちゃ元チームメイトなんですよね。ほらほら、引こうとしないでくれる。おめでとうございます。おめでとうございます。ベストオブユーロポイントとしては、カブさんのアルタイオンは何が、まあ、やっぱハイドロですね。ハイドロ、ハイドロですね。まあ、そうですね。もう、なんかちょっと個人的に知ってる話ですけども、結構もう出たてで、ね、カスタムも誰もしてないような状態から、アルタイオンの方を始められたということですよね。変わり者なんで。変わり者ですね。はい、結構いじり方も結構変わり者な。出たての頃から。
ってるからね。もう結構長いから本当に気が付いてないよ。縦が地面に残ってたもん。まあ、さっき言ったようにチームメイトなんであれなんですけど、前の車から知ってるんであれなんですけども、本当にこういう小切れな感じじゃなくて、あの結構やんちゃな感じの、そう、ストラッキンのマーク X。 ベルエラの方です。どうぞ。おめでとうございます。いいね。ほらほら、いいよ。ほらほら、綺麗なベルエアないですよ。すいません、こだわりの方をお伺いできればと思うんですけども、なるべくノーマルっぽく、はいはいはい、かつ綺麗にっていうところがポイントですかね。変にやりすぎずですね。はい。こちらエンジン凄まじく静かじゃないですか。そう、静かなんですよ。結構エンジン違うの乗せ替えられて、普通のニッパーさんなんですけど、ニッパーさんなんですね。あのこの間メンテナンス出したらすごい調子良くなって帰ってきました。最近の車ぐらい静かですか。すごい横揺れもしないですよ。エコです。タイプリングなんです。これちなみに何年のなんですか。1957年。僕はインバラでも全然綺麗に保てなかったんで、とても素晴らしいことだと思います。すごい、はい、なんならしかもあの、ちょいちょいついてるスパーツたちが明らかに高いんだ。7年のベルエア、大きい拍手お願いします。ありがとうございます。お次は、トラッキンですかね。次トラッキン。さあ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 、いいですね。もうゴリゴリパーティーな感じで、いいよ。時からの後輩で、めちゃめちゃまあかっこよく綺麗に仕上げて、この上ない D21 だと思います。まあ、ちなみにこれね、本当あの身、ね、後輩だから身内感あるかもしれないけど、みんな投票で選んでるやつだから、あのそういう政治は行ってないです。綺麗だもん。スピーカーボックスのジャストインパクトのエンボスが大好きです。いや、いいね、いいね、かっこいい。はい、細かい。いつか俺も作ってもらいたいなと思ってますけど。いや、やりましょう。エディチおめでとうございます。おめでとうございます。はい、続きさあ、またあの結構誰でも知ってるガタガタ尾形くんですけど、有名人ですね。有名人ですね。もうアワード取るの何回目ですかこれ。いや、もうおかげさまでいっぱいになる。あの投票権強いっすよね。強い。なんだかんだ、もう本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。そう、皆さんが投票してくれた結果がこれなんで、ありがたい。かっこいいっすもん。いや、本当かっこいいっすよ。うん、これ、ね、公式に、ね、認められてるから、バーディークラブさんから一緒にやりましょうってことで、今回このカラーリングにして、まあ、去年と同じカラーリングなんですけど、それで今回はブレーキ周りとシートとマフラーとか全部その辺も一新してきたんで、でブレーキ周りを今回エクシードさんの6スポットとかに変えたりとかして臨んできました。だんだんパワーアップしてる。毎年パワーアップしてる。どういうこと。あそこなんかギャルが好きって貼ってる。あ、そうです、そうです。先週のモブナイトで、あ、モブナイトでちょっとこの車でモブナイト行ってたんですか。あ、もうバチバチです。ファンキーですね、だいぶ。いや、まあでもいつ見てももうかっこいい。これは本当にバチですね。ベストオブ走りやの、はい、しかも速いし、それね、速、うん、いこれ、いいよね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。行動踏みすぎ注意で。いいね、いいね、シビックって感じで。E34 スカイラインです。 ER34 スカイラインですね。ごめんなさい。はい、どうぞ。おー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 、さあ
だいぶ綺麗ですよ。そして可愛いフィットメントのナンバーフレームがついてるから、おめでとうございます。おめでとうございます。色のバランスがやばいかなこれ。いやこれボディキットは、これはロシアのボディキットなんですけど、ロシアのウラジオストクから来たこれの、はい、戦時中です。戦時中でこれフロントは GTR、 あ、そうですね、本物の GTR の Z10 で、フェンダーも Z10 ですね。リアカナード、そうですね、リアフェンダーだけ4台用が出てないんで、はい、そうですね、ロシアオリジナル使って、でも割とめちゃめちゃ自然についてます、うん、ありがとうございます。ヘッドライトだけでめちゃめちゃ高いですよ。じゃあまさに、カスタムも綺麗で、グラフィックも綺麗で素晴らしい車両だと思います。おめでとうございます。そう、板車だけでじゃなくてね、ちゃんとやってる、そうやってるかやってないか、内容はめちゃくちゃ大事だ。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。オリジナリティのある、悪そうっすね、悪そうっすね、悪そう、そうよ、お偉いさんの乗る車だからね。でもトヨタさんそういうの意外とやるから、あ、天地に部品出ちゃったり、うん、声かと思います。おめでとうございます。ノーカテゴリーおめでとうございます。おめでとうございます。ベストオブ USDM A の106番の Z、 どうぞ。おめでとうございます。ベストオブ USDM、 いい音してますよ。おめでとうございます。はい、ストップ。おめでとうございます。さあ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 、まあね、 Z っていうだけでね、結構目を引くところはあるんですけども、ハンドルの位置を見て、うわ、この感じを見れば一目瞭然だと思います。降りてこいよコーラ。あとこれエンジンまでもそうなんですね、ちょっとやったの、そうもったいぶってあげないけど、あ、開けてくんないけど、エンジンまでもうちゃんとやったんですけど、エンジンはちょっとあのブローして仮物のエンジンだけどね。今仮物エンジン、仮物の、あ、ブロックとヘッドは仮物のエンジンだけどね。一応じゃあ、あのドレスアップはしてやる。ああ、じゃあ、あの中身とかはおけりが全部自分の。おう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 おお、開けてくんなかったっすね、今日ね。開けてたか、これがいくらにしまった。これはエアーですよね。エアーですね、はいはい、おっとおっとおっと。あ、なんか超くだらない口エピソードとしては、これはコーラ君、おめでとうございます。おめでとうございます。ベストオブ USDM、 ブロクセススポーツの、あの R8888R だから、やる気を感じてる。そうだね、間違いない、間違いない。実際早いしね。そうなんだね。おめでとうございます。いいよな、めちゃめちゃ早い。56番のスクーピーの方お願いします。おめでとうございます。いいですね、かわいい、かわいいんですよ。かわいい、サコタンだしね、ちょっと曲がれない感じ。かわいい。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、いいですね、三角の方。大丈夫かな、ヨヘイ君。そっか、持ってくの21番カロラスポーツワゴンね。おめでとうございます。おめでとうございます。シューラナンバー、そうっすね。しかもアイスト、おめでとうございます。しっかり左なんですよね、エアーで。まあそりゃそうっすよ、本当に太いんだけども、まあ、とにかくやってやんなっていうのは。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ部門は次で最後になるのかな。あとはおめでとうございます。おめでとうございます。部門次のはベストオブローライダー。もうまあ前回も撮ってるんで分かると思うのは、知ってる人は知ってるという感じで、おめでとうございます。おめでとうございます。かっこいいね、プレリュード。いいですね、プレリュード。Z
前回は、フローレンスター的なホイールでね、結構内気味なあれで来てくれてたんですけども、今回はがっつりゴリゴリな歯みたいで、おめでとうございます。じゃあお車の、アピールポイントなんかをお願いします。フルの雷フルエアの日、当時物のマグリッド、あとは各種メッキパーツつけてドイツ買ったんです。いやいいですね本当に。マクリーンは当時物なんですよね。とてもメッキもサビもない、めちゃくちゃ綺麗な一品だと思います。フラッシュが雷は再販ではなく、再販じゃなくて、チップで売られたんですけど、全く塗られてない状態だったので、多分フレル用なんかかなりもう出てこないと思うんですけども、はい、めちゃくちゃ綺麗な状態で、さっき話したんですけども、罰金とか塗装をするとね、黒はめちゃくちゃラインが出やすいんで、これもめちゃくちゃ綺麗なんですよね。はい、これなんかスカードってこれはもう当時もですか。それもそうです、当時も基本的にはこういうのスカードがめちゃくちゃ綺麗なんで、いやめちゃめちゃ綺麗ですね。僕の D21 もマクリーンにスプラッシュガードっていう仕様だったんで、はい、これめちゃくちゃ雰囲気出ますよね。いやいいですよね、やっぱローライダー歯みたいしかも B タイヤっすね。そうそう、いやいや、もうとってもなんかすさまじくタイヤの山のデザインもかっこいいっす。かっこいいっすね。いや本当おめでとうございます。おめでとう。そうだね俺は何回もあちあちしてるからすごいね、ここのベゼルのところもメッキかかってて、こうやってかけたのかな、多分かけたんだと思うんですけども、もともとはそんな感じではないと思ってですね。うん、ほんと綺麗、すごく綺麗だ。まあそれはね、2年連続で持っていくわけで、おめでとうございます。あれ、ヘンミ君はどこ行ったのかな。はい、どうぞ。で、前見ててどうぞ。はい、あらよ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 ら、はい、ストップ、おめでとうございます。さあ皆さん大好き、渋色にメッキ、渋色にメッキはやばいですね。かっこいい。いやもうこれ先行の時から俺もう結構大好き。いやそうだね、最初から言ってたよね、これはかっこいい。でもやっぱ投票だからね、しっかりとみんながかっこいいと思った車だと思います。まあ言い方は悪いけど、本当に西海岸のニガー感が若干出てるんですよね。黒っぽいんだよな。そう、この辺コンセプトに作ってもらえるとおじさん大好き。コンセプトはどんな感じですか。まあやっぱアメリカのなんかまあスラム街とかに普通に置いてありそうな。なるほど、はい、ちょっとお金持った、あそうです、ちょっとやんちゃな不良が、やんちゃな不良が本当の乗ってる感じで、そう、またね、4人ぐらいでタコ乗りしてるのがいいですよね。いいね、いいね。そう、でいっぱい乗って、でもできるんだったら全員デブの方がいい。全員デブの方がいい。垢抜けた感じが出るっていうか、ラグ感がすごい。そう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 。おめでとうございます。おめでとうございます。ベストオブカスタムです。ビップ、どうぞ。ビップ。リップマフィアスね、おめでとうございます。違う、ちょっと待って、アワード取ってる車両が違くない？それじゃないよ、だってアワードつけたのだってその車じゃなくない？それじゃなかったでしょ。ごめんなさい、ちょっと待ってください。この車にアワードついてました？マジっすか？この人じゃねえの？オーナーさんの車も持ってこれます？ちょっと申し訳ないですけど。それでいいですよ。わかりました。ブラウライ、ブラウライ。まあ一応票数変わらなかったので。正直ちょっと俺が買い間違えたっていうのは。ベストオブスタンスということで、おめでとうございます。ベストオブスタンス、ごめんなさい。ベストオブカスタムで、おめでとうございます。すいません、本当にグダグダで申し訳ないです。すいません。
これ僕船乗りで、ね、船乗りなんですか、はい、会社の時にこれでやってるんですけど、基本的にあのこっちは大丈夫ですか、はい、あ大丈夫いやすごいですね、はい、めちゃくちゃシンプルにまとまってて、基本的にビッポーマフィアさん全員レベルが高いと思うんですけども、はい、これを普段乗りでって結構黒もね、こじつがつきやすいっていうことなんで、はい、めちゃくちゃあの綺麗に乗られてると思うんですけど、オールペットされてるんですか？あ、してないです。あ、純正ですか？はい、めちゃくちゃすごいです。いや、まあ、でも全然撮ってもおかしくない、本当にめちゃくちゃ綺麗な車両だと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。いや絶対入るよね。あ、そうそうそう、おめでとうございます。ございます。あ、これで走っちゃうんだ。いいですね。おめでとうございます。OK です。はい、ストップ。よかった、向こう向いてもらって。こだわりだらけですね。こだわりだって。ホイールもマンオフの鍛造で、昔のイントロっていうブランドのホイールを自分で切削の感じとかを変えてデザインして作ってます、はい、切削の許可？切削の具合。あ、なんかパッと見は昔のイントロっていうホイールのデザインと全く一緒なんですけど、実はワンオフで作ってるっていう。まあまあ、それで、まあ、結果的にベストオブホイール取ってるからもう間違いないですよね。ありがとうございます。おめでとうございます。いいですね。おめでとうございます。じゃあすいません、島津さんお願いします。さあ、この D21 はスタイルだね。スタイルが、ストレーサーなんで、そうですね、ワンスイッチぐらいで走っちゃう感じがね、はい、おめでとうございます。マジハイト全員に来てますけど、はい、あ、ロングディスタンスなんで、ごめんごめん、ごめんなさい、間違えました。ベストオブチームです。田さんごめんなさい。あ、いいよ、一回で来てこない感じね。おめでとうございます。おめでとうございます。どういう風になれます？いや、これ須田君どうしたらいいの、こんなにいっぱい来て。いや、俺が聞きたい。俺が聞きたいっすよ。俺も聞きたいっすよね。はい、一旦これで。そうですね、はいはいはい、ここにもう連なってもらうしかないね。まあ連なってもらうまさに絵に描いた通りと、このバナーね、はい、シャコダン工業。あ、ちょっと危ない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 ですね、勢いがすごい。決まってると、はい、
まあ、今回カーフェリックスベストオブチームになりましたけど、感想は？いや、大変光栄なことで。ちょっと出るのにお時間もらいますけど、多分膨らむと思うんで、今日ちょっと避けてもらえると助かります。はい、おめでとうございます。気をつけてね。なんか Y32 とかってさ、昔エアロタンが結構主流だったような車なんで、あんだけ話が低いと思ってなと思うね。加工だらけで本当に。あれよ、まるで、あれで自走だもんね。そう、あれで自走。いや、本当に素晴らしいですよね。あれで自走で、東名高速とか両側を飛ばしてきますからね。わわわ。これが最後、そう、これが最後。